使徒行伝第15章。さて、ある人たちがユダヤから下ってきて、兄弟たちに、あなた方もモーセの慣例に従って、割礼を受けなければ救われない、と説いていた。そこで、パウロやバルナバと彼らとの間に、少なからぬ紛糾と騒論とが生じたので、パウロ、バルナバ、その他数人の者がエルサレムに登り、使徒たちや長老たちとこの問題について協議することになった。彼らは教会の人々に見送られ、ピニケ、サマリアを通って道すがら異邦人たちの改宗の模様を詳しく説明し、すべての兄弟たちを大いに喜ばせた。エルサレムに着くと、彼らは教会と使徒たち、長老たちに迎えられて、神が彼らと共にいてなされたことをことごとく報告した。ところが、パリサイ派から信仰に入ってきた人たちが立って、異邦人にも割礼を施し、また、モーセの律法を守らせるべきである、と主張した。そこで、使徒たちや長老たちが、この問題について審議するために集まった。激しい騒論があった後、ペテロが立って言った。兄弟たちよ、ご承知の通り、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになると、神は初めの頃に諸君の中から私をお選びになったのである。そして、人の心をご存知である神は、聖霊を我々に賜ったと同様に、彼らにも賜って、彼らに対して証をなし、また、その信仰によって、彼らの心を清め、我々と彼らとの間に、何の分け隔てもなさらなかった。しかるに、諸君はなぜ、今、我々の先祖も、我々自身も、追い切れなかった首輝きを、あの弟子たちの首にかけて、神を試みるのか。確かに、主イエスの恵みによって、我々は救われるのだと信じるが、彼らとても同様である。すると、全会衆は黙ってしまった。それから、バルナバとパウロとが、彼らを通して、異邦人の間に、神が行われた数々の印と奇跡のことを説明するのを聞いた。二人が語り終えた後、ヤコブはそれに応じて述べた。兄弟たちよ、私の意見を聞いていただきたい。神が、はじめに、異邦人たちを顧みて、その中から、皆を追う民を選び出された次第は、シメオンがすでに説明した。預言者たちの言葉もそれと一致している。すなわち、こう書いてある。その後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て替え、崩れた箇所を修理し、それを建て直そう。残っている人々も、私の名を唱えているすべての異邦人も、主を尋ね求めるようになるためである。世の初めからこれらのことを知らせておられる主がこう仰せになった。そこで私の意見では、異邦人の中から神に帰依している人たちに煩いをかけてはいけない。ただ、偶像に備えて汚れた者と、不貧困と、締め殺した者と、使徒を避けるようにと、彼らに書き送ることにしたい。古い時代からどの町にもモーセの律法を述べ伝える者がいて、安息日ごとに、それを諸会堂で朗読する習わしであるから。そこで、使徒たちや長老たちは、全教会と協議した末、お互いの中から人々を選んで、パウロやバルナバと共に、アンテオケに派遣することに決めた。選ばれたのは、バルサバというユダとシラスとであったが、いずれも兄弟たちの間で重んじられていた人たちであった。この人たちに託された書面はこうである。あなた方の兄弟である使徒及び長老たちからアンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟方に挨拶を送る。こちらから言ったある者たちが私たちからの指示もないのにいろいろなことを言ってあなた方を騒がせ、あなた方の心を乱したと伝え聞いた。そこで私たちは人々を選んで愛するバルナバ、およびパウロと共に、あなた方のもとに派遣することに、祝儀一決した。この二人は、我らの主、イエス・キリストの名のために、その命を投げ出した人々であるが、彼らと共に、
ユダとシラスとを派遣する次第である。この人たちはあなた方に同じ趣旨のことを口頭でも伝えるであろう。すなわち聖霊と私たちとは次の必要事項のほかはどんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。それは偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困等を避けるということである。これらのものから遠ざかっておれば、それでよろしい。以上。さて、一行は人々に見送られてアンテオキに下っていき、回収を集めてその書面を手渡した。人々はそれを読んで、その勧めの言葉を喜んだ。ユダとシラスとは共に預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。二人はしばらくの時をそこで過ごした後、兄弟たちから旅の平安を祈られて見送りを受け、自分らを派遣した人々のところに帰っていった。しかし、シラスだけは引き続き留まることにした。パウロとバルナバとはアンテオ家に滞在を続けて、他の多くの人たちと共に、主の言葉を教え、かつ述べ伝えた。幾日かの後、パウロはバルナバに言った。さあ、前に、主の言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちを、また訪問して、みんながどうしているかを見てこようではないか。そこでバルナバは、マルコというヨハネも一緒に連れて行くつもりでいた。しかし、パウロは前に、パンフリアで一行から離れて、働きを共にしなかったようなものは、連れて行かないがよいと考えた。こうして激論が起こり、その結果、二人は互いに別れ別れになり、バルナバはマルコを連れてクプロに渡って行き、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてパウロはシリア、キリキアの地方を通って諸教会を力づけた。